アレクサンドラ・ポールは、カナダ出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ミッチェル・イスラム、ジェイソン・チェッペルダク。2014年ソチオリンピックカナダ代表。2010年世界ジュニアフィギュアスケート選手権に。カナダのトロントに生まれ、幼少時からスケートを始める。ジェイソン・チェッペルダクとのカップルで2008から9年シーズン ISU ジュニアグランプリに参戦。カナダ選手権。 ジュニアクラスで3位となるが、直後にカップルを解散、新たにミッチェル・イスラムとのカップルを結成。イスラムのそれまでパートナーはジョアンナ・レンコで、この時にレンコとチェペルダクとのカップルも結成されており2組を組み替える形だった。2009から2010シーズン、2試合出場したジュニアグランプリシリーズで表彰台に届かなかったものの、世界ジュニア選手権では、 カップル結成1年で2位となった。2010から2011シーズン、シニアクラスへ移行こう。スケートカナダでは4位入賞をした。しかし続く、ロステレコム杯は、肋骨の怪我のために、SD の後に危険をした。カナダ選手権では、銅メダルを獲得。2011から2012シーズン、スケートアメリカでは8位。続く、NHK 杯では SD で7位につけるも、 公式練習中に、イタリアのロレンツァ・アレッサンドリーに、シモーネ・バトゥーリー組と衝突し、桃の裏を切ってしまい、危険を余儀なくされた。カナダ選手権では5位で、4大陸選手権の代表に選ばれた。6月にはコーチを、パスカーレ・カメレンゴに変更した。2012から2013シーズン、US インターナショナルクラシックで、シニアの国際大会で、初めてのメダルを獲得。 カナダ選手権では SD で3位だったが、FD のダイアゴナルステップシークエンスで点灯があり4位に終わった。2013から2014シーズン、カナダ選手権で3位に入り、ソチオリンピックに出場し18位。世界選手権にも初出場し10位だった。2014から2015シーズン、カナダ選手権には FD を変更して挑み2年連続の3位。 4大陸選手権は SD で5位、FD では点灯もあり、総合6位。世界選手権は前年を上回る SD8 位だったが、ステップシークエンスでのレベルの取りこぼしが響き13位となった。シーズン終了後、マリー・フランス・ディブレイユ、パトリス・ローゾン夫妻とロマン・アグノエルにコーチを変更し、練習拠点、2016年12月15日、競技からの引退を発表した。 ありがとうございます。